江戸幕府第8代将軍徳川吉宗、享保の改革を行い幕府の財政を立て直した人物である。後世の創作の影響により暴れん坊将軍のイメージが強い吉宗だが、実際のイメージは暴れん坊とは少し違う。おお、吉宗は倹約家だった。節約するぞ。吉宗の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、吉宗誕生。1684年、紀州藩。吉宗は紀州藩の藩主徳川光貞の四男として生まれる。宗宗、紀州徳川家は御三家の一つとして徳川姓を名乗ることを許された家だった。吉宗は徳川氏の生まれではあるものの、将軍家ではなく紀州の生まれで、しかも四男。彼が将軍を継ぐことになるとは誰も思っていなかったはずである。宗宗、しかし様々な巡り合わせにより吉宗は紀州藩の藩主となり、その後将軍にまで上り詰める。1698年、長兄綱典が紀州藩の藩主となる。兄上。それから約7年後、1705年、綱典がこの世を去る。うふ、兄上。その後3番目の兄頼元が綱典の後を継ぎ、紀州藩の藩主となる。私が後を引き継ぐ。兄上。それから数ヶ月後、頼元は体調を崩しこの世を去る。兄上。同時期に父も亡くなり、次兄は早くに亡くなっていた。こうして吉宗が紀州藩を継ぐことになった。私が兄上の後を継ぐ。22歳の頃である。チャプター2、将軍になる吉宗。吉宗が藩主となった頃、紀州藩の財政はガタガタだった。二人の兄と父の葬儀費用、宝永地震の復興費用などが財政を圧迫しており、幕府からも莫大な借金をしている状態だった。ガッタガタじゃねえか。どうしましょう、吉宗様。このままでは我が藩の財政が破綻してしまうかもしれません。みんなで節約するぞ。節約？吉宗は質素な暮らしを目指し、倹約に努めることで財政の立て直しを図った。肌着は木綿一択。自ら率先して質素倹約に努めたことも奏功し、紀州藩のお金事情は改善されていく。私は紀州藩を良くしていくぞ。吉宗は紀州藩主としてその手腕を振るった。吉宗が紀州藩主になってから約10年後、1716年、吉宗は紀州藩主を辞めて江戸幕府第8代征夷大将軍になっていた。将軍様。将軍様。将軍様。あれ、いつの間に将軍に？紀州藩は？吉宗の将軍就任の経緯には奇妙と思えるほどの巡り合わせがあった。1709年以降、将軍が次々とこの世を去った。1709年、第5代征夷大将軍徳川綱吉がこの世を去る。享年64。1712年、第6代征夷大将軍徳川家宣がこの世を去る。享年51。1716年、第7代征夷大将軍徳川家継がこの世を去る。享年8。この他にも次期将軍候補とされていた者たちが相次いでこの世を去り、巡り巡って吉宗が将軍となった。紀州藩の就任劇もそうだが、吉宗が将軍に就任する過程で人が死に過ぎている。そのため吉宗陣営が密偵を使って要人を暗殺してきたのではないかという疑惑が持たれている。しかしあくまで疑惑に過ぎず、証拠は残っていない。チャプター3、節約する吉宗。江戸城。吉宗が将軍になった頃の幕府の財政はガタガタだった。どうしましょう、将軍様。このままでは幕府の財政が破綻してしまうかもしれません。あ、大丈夫。みんなで節約するぞ。節約？吉宗は紀州藩主時代の経験を生かし、倹約による支出減を目指した。肌着は木綿一択。一汁三菜、一日二食。改革の手は大奥にも及ぶ。ある時吉宗は大奥の中でも美人と評される50人を呼び出した。うふふ、どうされました、将軍様。そして、
全員クビ。え、お前たちほど美人なら大奥を出ても嫁ぎ先はいくらでもあろう。だからここを去れ。この50人の他にも多くの女性がリストラされ、4000人いた多くの人員は1300人にまで減ったという。吉宗は支出を削減する一方で増税による収入安定化を図った。増税きつ、きつすぎるって。お、吉宗の治世では農民は増税に苦しみ、一揆などの反発が多発した。農民の強い反発を生んだ吉宗の幕府改革は後に享保の改革と呼ばれ、江戸幕府の一つの転換点となった。よう、揚げ米の制、新田開発の推進、参勤交代の緩和、司法改革、目安箱の設置、武芸の奨励、前途多難な大改革だったが、ガタガタだった幕府の財政は再建され一定の成果を上げた。享保の改革は寛政の改革、天保の改革に並ぶ江戸幕府の三大改革と言われている。チャプター4、最後。1745年、吉宗は引退し、長男家重に将軍職を譲った。家重、お前が次の将軍だ。父上。ただ引退後も大御所として実権を握り続けた。わしも大御所としてまだまだ働くぞ。父上。それから約6年後、1751年、吉宗はこの世を去る。享年68。あとは任せた。江戸幕府第8代将軍徳川吉宗、享保の改革を行い幕府の財政を立て直した人物である。その治世の中で農民は増税に苦しんだが、成し遂げた功績も大きく名君と評されることもある。その生涯を振り返ると、暴れん坊将軍というより倹約家のイメージが印象に残る。余談だが、吉宗は180センチメートルほどの巨漢だったという。でけえ。これも余談ですが、吉宗への献上品として象が日本にやってきて、長崎から江戸まで東海道を歩いたそうです。その影響で象グッズがいくつも作られ、日本で象ブームが巻き起こったとか。この象の旅も漫画にできるくらい面白いので、また別の機会に紹介しようと思います。今日の名言。正義のためなら人間はどこまでも残酷になれるんだ。仮面ライダーオーズ、井野英二のセリフより。次回の日本史漫画は、8年で今川家を潰した男、今川氏真の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。